皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、鶏胸肉と白ネギを使った煮物の作り方を紹介させていただきます。やっぱり鶏胸肉って結構ボリュームがあるのにリーズナブルで、もうお財布にも優しい。そして今回はあるテクニックを使って鶏胸肉もパサつかずに超しっとりジューシーに仕上がり、白ネギもトロトロ、そして味付けはね、あの調味料一つだけ、このたった一つだけなのに味わい深く美味しいね、絶品の煮物が作れちゃうんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちら鶏胸肉1枚、そしてこの鶏胸肉をちょっとね、柔らかくしっとり仕上げる下ごしらえをするために、お塩とお砂糖、そしてお酒、あと片栗粉を少し使います。はい、こちら白ネギ2本、市販の焼肉のタレ 100cc、 お好みのもので構いません。今回はこいつで煮物を作っちゃいます。はい、あとお水 200cc。 材料は以上です。まずは鶏胸肉から切り分けていきます。こちらね、皮が苦手な方は取り外してください。この時ね、余分な油なども丁寧に取り除いておいてください。まあね、皮も全然大丈夫ですよっていう方はそのままでもいいですし、もう一緒にね、煮込む時に入れちゃってください。この皮からも美味しいね、旨味がにじみ出てきますんで。あとこういう端っこの方についてる黄色いブヨッとした油、こういうのは丁寧に取っておいてください。臭みの原因になっちゃうんで。はい、こんな感じでね、ちょっと皮をゴシゴシとそぐようにしながら丁寧に取り除く。まあ大体で OK ですけどね、私今回皮ごといっちゃいますわね。はいよ。そしたらね、この皮も適当に3等分ぐらいにしておいてください。ほんと旨味が出てマジで美味しいです。はい、そして鶏胸肉なんですが、今回ねパサパサせずにしっとり仕上げたいので、はい、じゃじゃーん、フォークなどでね、適当に表面からブスブスっと全体的に突き刺しておいてください。これで味の馴染みも良くなりますし、これからするね、下ごしらえの方法で水分を吸収しやすくなるのでね、本当にしっとり柔らかく仕上がります。はい、こんな感じ。はい、あとは鶏胸肉ね、コロッと切り分けていくんですが、鶏胸肉って繊維が走ってる方向がねバラバラなんで、まずこの分厚い部分3分の1ぐらいですね、ズボッと落とす。こんな感じね。そしてこのピュッと V の字に細くなってるとこは真ん中ぐらいで真っ二つにする。そうするとね、見てください、これこう斜めに繊維がめちゃくちゃ走ってます。こっちはね逆からですね、こういう感じで、この分厚いところは真横に繊維が走ってるので、これをね断ち切るようにコロッと切ってください。この分厚いところはこんな感じね。まあまあそこまで気にしなくてもいいんですけど、こうするだけでね、食べた時の食感も良くなりますし、はい、この繊維がね斜めに向かって走っているので、こうですね、こう繊維が入ってますんで、こいつをちょっとね90度に断ち切るように、はい、こんな感じでコロコロっと切り分けていく。はい、ここも同じね、この繊維に直角に包丁を入れる感じで軽くそぎ切りにする感じですね。はい、こういうコロコロっとした状態にしてボールの方に入れてください。はい、こちら鶏胸肉切り分けましたら、はい、まずお塩もう3本指でつまんだぐらいパラパラっと入れる。はい、お砂糖、これお塩よりね気持ち多めにパラパラっと入れる。そしてまずはしっかりと揉み込んで塩と砂糖を絡めてください。はい、こんな感じでね、お塩と砂糖を鶏胸肉に絡める。しっかり絡めたところへお酒ですね。はい、もう適当で OK、 ちょろちょろっと、まあ大さじ3杯ぐらいかな。はい、そしてしっかりとまたまた絡める。この状態でちょっとね10分ほどなじましておいてください。そうするとこのお酒の水分もしっかりと吸収されて、ほんとねしっとり仕上がります。あとお酒加えとくことでね、嫌な匂いも飛ばせますんで、まずは10分間置いといてください。はい、お次は白ネギなんですが、今回もね頭の緑んとこまで使います。そしてほんと柔らかく味を染み込ませたいので、この片面だけで OK なんでね、こんな感じで切り込みを入れてください。全体的にこの白いとこに切り込みを入れてから切り分けていきます。はい、こういう感じね。
はい、こんな感じでね、まあ 3,4 センチに白いところから緑のとこまで全部切っちゃってください。はい、こちら10分ほどなじましといた鶏胸肉ね、このお酒を吸い込んで少しね減ってますけど、この残ってるお酒は軽く捨ててください。はい、こんな感じでね、余ったお酒は捨てる。そしてここに片栗粉ですね。まあだいたい小さじ2杯ぐらいかな。まあこれも適当で OK。 まあ詳しい割合などは説明欄に書いときます。はい、あとはこれね、しっかりと揉み込んでなじましてください。この片栗粉をね表面にコーティングしておくことで吸収した水分も抜けにくくなってね、ほんとしっとり柔らかく仕上がる。はい、こんな感じね、もうしっかり揉み込んだらなじむんでね、少ない量で大丈夫ですよ、片栗粉は。はい、こんなもんで OK。 はい、お次はフライパン、中火で全体的に温めてください。そしたらここにね、まずは切り分けた白ネギを入れてください。はい、広げて入れます。そしてこの白い部分の片面だけで構いませんので、できるだけ動かさずに焼いていただいて黄色をつけていきます。まあ緑の方はどっちでもいいです。はい、しばらく 2,3 分かな、焼くとこんな感じでね、焼き色がつきますんで、もうこれぐらいついたら OK よ。この香ばしい焼き色がね、後から効いてきますんで。そしたら一旦取り出しといてください。はい、お次はフライパンそのままに油を薄くなじませました。こう白ネギ取ったところね。もうフライパン熱々になってますんで、火力を落としてください。もう弱火と消えるかなっていう間ぐらい。ここに、こちら下ごしらえしておいた鶏胸肉を適当に並べて入れる。はい、この表面にね、こちらもさっと色が変わる程度焼く感じですね。この片栗粉のコーティングをカリッとさせる感じ。これでね、鶏胸肉の表面にちょっとバリアができて水分が抜けにくくなります。これから煮込んでいくので火は全然通ってなくて大丈夫。表面をさっとね焼く感じ。はい、こんなもんで、フライパン熱々になってるんで結構早く火がね通って焼き色がついてくるんで、もうこの程度で大丈夫です。はい、全体的に裏表焼いちゃいましょう。あ、うまそう。はいよ、両面さっとね焼いて色が変わる程度で大丈夫。はい、こんな感じね、こんな感じ。もう中はまだ生のままね、さっと表面を焼いたところへ取り出しといた白ネギ戻してください。よいしょ。はい、ちょっとね平らにすると、火力は弱火のまま。はい、ここに焼肉のタレ回し入れてください。お水も入れます。はい、ちょっとお鍋を揺すって全体的にね、この煮汁に浸かるように広げちゃってください。はい、まずは火力ね弱火ぐらいで OK なんで煮立たせてください。鶏胸肉は高温で火を入れすぎると本当にパサつくんで弱火ぐらいで OK。 もうフライパンもね、今までネギや鶏を焼いてるんで温まってるからすぐに沸騰してきます。はいよ、全体的にねボコボコっと沸騰してきたら火力をとろ火に変えてください。もう保温できる程度で OK です。めちゃくちゃ弱く。そして蓋をします。この状態でもうほとんど沸騰しないかなっていうぐらいのねとろ火ですよ。この状態でだいたいね15分ぐらいじっくりと煮込んで味をなじましていくだけです。じゃあこのままコトコトじっくり、火力だけ気をつけてください。はい、こちら今ね5分ぐらい経った感じのところです。ちょっとねこの白ネギなどをひっくり返しておいてください。全体的にほんと柔らかく仕上げたいんで、はい、まあ軽くね適当になじませながらじっくりいっちゃいましょう。ほんとね、あんまりポコポコっとならないぐらい超弱火で OK ですからね。はい、このままじっくりといこう。あいよー、今だいたいね15分かけてじっくりとね煮込みました。ほんとこの一度沸騰させた煮汁を保温しておく感じ、蓋してね弱火でじっくりとこの熱々の煮汁につけておく感じですね。もうこれで鶏胸肉もしっとり仕上がりますし、おネギもトロットロ。はい、もうこれで完成。じゃあ盛り付けて食べちゃおう。はい、完成。もう煮汁もねたっぷりと入れておいてください。焼肉のタレで煮込むと本当美味しい。めちゃくちゃご飯進むやつ。こちらがしっとり鶏の胸肉とトロトロ白ネギの煮物です。めちゃくちゃおすすめ。それではキュームをいただきます。あかん、最高。
鶏胸肉も丁寧に下ごしらえすることでめちゃめちゃしっとりジューシーに仕上がる。しかもね、白ネギを加えてじっくりね、超弱い火力で煮込んでるんで全然パサついてなく、もう白ネギの風味なんかも加わるんで臭みなんか一切なし。白ネギもめちゃくちゃ柔らかい。いや、やっぱね、焼肉のタレ結構万能でいろんな香辛料や調味料が混ざってるんで、しかもなんといってもね、ご飯に合う最高の味付け、めちゃくちゃ美味しいんで、ほんと作ってください。うん、これご飯いっぱい食べたほうが危険やな。はい、ということで今日も行っちゃいましょう、あっそびちゃん。ほんとこのね、じっくり火を通した白ネギは甘くなってマジトロトロ。ご飯だけじゃなくてこれ酒も進むね、万能やわこれ。しかもね、鶏胸肉って結構ボリュームがあるのにね、リーズナブルなんで財布にも優しい最高の食材。うまい、最高やわ、止まらん、なんぼでもいけちゃう。あー、いやー、これほんとね、めちゃくちゃご飯炊いて作ってみてください。お子様なんかにもね、抜群の味わいで最高にやばいっす。うますぎ。